こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。五島沖で海保の測量船と韓国海洋警察庁が日本領海内で睨み合う事態が起きた。B1 哨戒機のことを思い出すが、日本政府も動き自体は収まる気配はない。尖閣防衛も境界とやはり第一列島線強化は急務となっている。では、この睨み合う事態となった今回の状況を詳しく見ていきます。尖閣防衛も大事だし、五島沖のこの出来事を考えると、韓国は中国を真似してますね。ほんと信用できないな。日韓間の問題は、先日の自衛隊哨戒機への火器管制レーダー照射事件が記憶に新しいところだが、以前からある徴用工問題、慰安婦問題、竹島領有権問題など様々な問題を抱えている中で、海上保安庁と韓国海洋警察庁との間でまたも厄介な問題が発生した。1月11日、海上保安庁の測量船、秋広が日本の排他的経済水域、EEZ である長崎県五島列島の南西にある面島の西方 140km の海域で地質調査を行っていたところに、韓国海洋警察庁の警備艇から、韓国の海域での調査は認められないとして、調査の中止を要求されたのだ。これに対して、秋広は、日本の排他的経済水域での正当な調査活動であるので、中止要求は不当であるとして、直ちに同船から離れるように、韓国の警備艇に回答し、海上保安庁は、外務省を通じて、韓国政府に抗議を伝えた。韓国海洋警察庁の主張は、警備艇が10日夜に最終島西海里浦から南東約 126km の海上で発見した海上保安庁の測量船に対して調査の中止と韓国領海からの退去を求めたとしており、海洋警察庁警備艇は韓国管轄水域で正当に活動を行っていて、韓国への事前報告と同意のない海洋調査は中止されなければならないとの談話を発表した。また、韓国外務省はこの件について12日午後の会見で、日本側船舶が調査活動をしていた位置は韓国の排他的経済水域であると聞いているとして、韓国政府は、韓国は国際法や関連法令に基づいた正当な活動を行っていると日本側への反論を述べた。この海域では2020年8月にも調査をしていた海上保安庁の測量船平良氏に対して、韓国海洋警察庁警備艇から調査の中止を要求されたことがあって、その時は平良氏の調査が終了するまで並走するなどして中止要求を続けたことがあった。そもそもこの地点で繰り返しこのような問題が起こる理由は、ここが日本と韓国の EEZ が重なる海域だからである。1994年に国連海洋法協定が発効されて、世界各国の沿岸200海里の範囲が排他的経済水域であるとされ、日本も
1996年に EEZ を宣言したが、韓国との境界海域ではそれぞれ200海里の範囲が重なる海域があったことから、漁業などにおいても調整が必要となったのだった。それを受けて度重なる交渉を続けたのであるが、1998年の日韓共同宣言において、当時の小渕恵三首相が金大中韓国大統領と会談した上で、韓国への植民地支配に対するお詫びを述べて、まるで引き出物に、様に、韓国に広範囲の漁場を与えてしまい、大幅に譲歩した不平等条約とされる日韓漁業協定が結ばれたのである。このように戦後、日本政府は何度も韓国に植民地支配の反省とお詫びを述べて譲歩を繰り返してきたが、それにもかかわらず韓国は日本が謝らないと未だに多くの不当な要求を繰り返している。しかし、その交渉において EEZ に関しては、韓国に不当に実効支配されている竹島の領土問題を理由に合意できなかったために、両国の EEZ が重なってしまう中間地帯の問題が残ってしまっていた。ちなみに韓国においては漁業協定で得た利益についてはあまり触れられず、竹島を韓国領土とせずに緩衝地帯中間点として交渉をしたことから、金大中政権に対しては屈辱外交を行ったとして批判の声が上がっている。今回の事件について韓国側は、問題となっている海域は韓国と日本の EEZ が重なるため、測量をするには韓国政府の同意を要するとしているが、日本政府は一部 EEZ 内であるとして中止要求は受け入れず、測量を2月まで継続する予定に変更はない。これに対して韓国は3000トン級警備艇を派遣して測量船を監視するとしていて、さらに強硬な対応に出る可能性があり、このまま放置しておくと不測の事態が起こる恐れを否定できないのだ。かつて2006年に海上保安庁と韓国海洋警察庁の船舶が竹島周辺で一触即発の状態で睨み合ったことがあった。ことの発端はその年に開催される海底地形名称に関する国際会議に、韓国が竹島海域の海底地形に韓国名で表記するとの計画が発覚し、それを認めるわけにはいかない日本は、日本名の地名を提案して対抗する必要が生じ、早急に海底地形調査を計画して海上保安庁の測量船を竹島周辺に派遣したことにある。その際に海上保安庁の巡視船が竹島と宇都領島の間に入ったことから、韓国政府が強く反発し、海洋警察庁の船舶18隻を派遣した上で体当たりや他歩も辞さないとの強硬姿勢を見せたのだ。これに対して当時の安倍晋三官房長官が、日本の EEZ 内での調査であり国際法から見ても何の問題もないとして譲らず、外務政務次官などからも、日本は30年間竹島周辺の調査を実施していないにもかかわらず、韓国は日本の抗議を無視して過去4年連続して調査を敢行しているのは遺憾だとして反論した。さらには海上保安庁の調査船に対して排除するかの行動は国連海洋条約では認められていないとして、
調査を計画通りに推し進めようとしていたが、その後韓国が海底地形名称に関する国際会議への提案を取りやめる決定をしたことから、日本も測量を中止したとの出来事があったのだった。もしもあの時韓国が提案を取り留めずにいて、海上保安庁の調査船が竹島周辺の調査を強行し、その警護のための巡視船が展開していたとしたら、おそらくは韓国海洋警察庁の艦艇が退去して押し寄せ、海上保安庁の巡視船との衝突は避けられなかったとする見方は多く、後に総理となった安倍氏も、一歩間違えれば銃撃戦が起こるところだったと述べている。また2018年には今回とは逆に竹島周辺を航行していた韓国の海洋調査船に対して、海上保安庁の巡視船が日本の領海から退去するように要求したことがあった。この時は日本側が日本の同意を得ない調査活動は認められないとして抗議したが、韓国側からは徳島、竹島の韓国名は韓国固有の領土であると譲らず無視したのだった。また2019年には韓国がドローンを使用した海洋調査を実施したことを発表したため、当時の韓官房長官が受け入れられないとして韓国政府に強く抗議したことなど、毎年のように竹島と EEZ をめぐっての摩擦が絶えない。日韓は民間レベルでの交流はともかくとして、その外交関係は戦後からずっと様々な問題で常にぎくしゃくし続けているが、反日を謳い韓国民を扇動する文在寅政権が発足してからは、さらに一段とおかしな方向に向かいつつあると感じる。国内外で四面楚歌の状況に陥っている文在寅大統領が韓国駐在の富田大使と会談して、日本は共に歩むべき最も重要なパートナーであると持ち上げ、両国間の関係改善を図りたいとしたとの報道が最近あったが、まずは韓国の若者世代への政府主導による反日教育の見直しがなされない限り、永遠に和解することはありえないであろう。